認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせる街を目指して、福岡市に新たな拠点が今日オープンしました。それではどうぞ。福岡市中央区アイレフの2階にオープンした福岡市認知症フレンドリーセンター。入り口では鮮やかなオレンジ色のマリーゴールドの花が出迎えてくれます。オレンジ色は認知症を支援するシンボルカラーです。ここ行っちゃろうか。いいよ。昨日午後、認知症の人や支援者らおよそ40人が花の植え替え作業を行いました。私はお花好きなの。だから家にもいっぱい植えてんの。つぼみは？つぼみはね。つぼみ。とても楽しかったです。どうですか？またお花見に来ますか？来たいですね。認知症の方が笑顔で生き生きと過ごせる、場であるべきだと思っておりますし、そういった笑顔や元気というものが周りの方々にどういうふうに影響を広がっていくかというところをですね、創出していきたいと思っています。ただ私たちだけじゃなくて、センターでは認知症当事者や家族の相談室をはじめ、認知症の人にも優しい製品などの展示や AR 体験もできます。また認知症の人が活躍できる場も。分身ロボットを通しセンターの受付業務を担います。早速今日も福岡市西区のデイサービス頑張り屋さんがリモートで受付を行いました。わかりますか皆さん。皆さん、私は頑張り屋さんの一員です。みんなの代表で自分がトップになった気分でございます。やりがいがありました。